俺はバレンティーノ・ボッチだ。ランラン、ランララランランツー。バレンティーノ・ボッチ。小さい頃は、真面目でいい子。つうことで、おバイクしてきました。長年やってみよう、やってみようと思ってできなかった。バイクで出先でお湯沸かしてカップラーを食べるっていう、必殺、ボッチ、リン、サッポー。カップヌードルカレー味を食べるの巻、どうぞ。雪が溶けて川になって流れていきます。ふうふう、もうすぐ春ですね。ちょっとおバイクしませんか。ちょっとつうことで石巻まで来てました。あれ、さっき戦闘機飛んでたんだけどな。戦闘機なのかな。なんでこんな時間に戦闘機飛んでんのかなって。戦闘機っつったらいいのかな、ブルーのインパルスって言ったらいいのかな。なんかブルーのインパルスって人の名前みたいだから気持ち悪いよな。あれ、いなくなっちゃったな。どっか行った。あ、そっか、お昼だからコンビニでなんか買い物行ったんだな。飛行機乗って。雪が溶けて川になって流れていきます。ふんふん、もうすぐ春ですね。ちょっとおバイクしませんか。ほんと落としたぞ。ほらほら、飛んでた飛んでた、ブルーのインパルス。もうちょっとでお昼だよ、2機揃って。やっぱなんか買い物行くんだな、あれな。ウィーウィー。小さい頃は真面目でいい子、バイクに乗って頭が湧いた。ウィーウィー。今日は宮城県屈指のワインディングくねくねロード、牡鹿半島コバルトラインに来てます。ちょっと待ってね、今もうちょっとで金華山見せっから。金華山ってあのなんか3年連続でお参りすると金運上がるよっていう金華山があるんだよね。今日見えっかな。よし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 。お、見えたじゃん、金華山。あれ、金華山。見えたじゃん、金華山。じゃあちょっと準備します。さて、お腹空いた、お昼にしよう。これがやりたかったんですよ。やろうやろうと思ってて何年経ってんだよ。よし、お腹空いた。よし、お湯沸かそう。苦節何年でしょうか。俺このオーディ缶って俺車中泊の暖房以外で使うの初めてかも。車中泊の暖房の時にはよく使ってたけど。よしよし。水は飲む鳴子温泉。あれ、どれぐらい入れたらいいんだろう。こんなもんか。火が見えねえな。あ、危ねえこれ。ベンチグラグラする。このわざわざカレー味を買ってくるっていうのはお気づきになった方はいると思うんですけど、ボチリンです。なんだボチリンって。まあこれせっかくつけるの忘れたべや。どれぐらいで沸くんだろう。お湯、スマホで撮影してるから時間わかんねえや。いやー、やっとできたよ。俺もう何年これやってみよう、やってみようと思って。まあでも最高のロケーションでできてるよね。見えるかな。俺今首にネックストラップっていうか、あのネックホルダーで iPhone 下げてるんですけど、どういう風に映ってるか見えねえんだよな自分で。そろそろ湧くんじゃね。よし、湧いたっぽいので。このベンチグラグラ怖えな。いやー、カレーの匂い、いい匂いだこれ。よし、3分は測れないな。さあ、そろそろ3分経ったかな。念願のカップヌードルカレー味。お、いい感じいい感じ。まあいいんじゃないの。いただきます。若干食べづらいの、ここに iPhone があると。
ップヌードルカレー味だ。いや、美味しかった。ちょっとつゆを残したのは理由がありまして、普段の僕の食生活をちょっとでも見たことある人は皆さん思ったと思います。足りんのって用意してありますよ。ファミマで買ってきました、三元豚厚切りロースカツサンド。これをつけて食べたらうめんじゃねえかなと思ってさ、食べてみましょう。まあこのまま食べても美味しいけどね。カツカレーパンサンド、普通に食った方が美味しいかもな。やっぱよく考えてんだよ、そのもので食った方がうめえんだ。カツカレーのご飯がパンに変わるだけかなって安易に考えてたけど、ファミリーマートさんはちゃんとこのサンドだけで美味しく食べれるように作ってあるから、俺がカレーに浸して余計なことをしてるね。カレーの味が邪魔してる。まあでも汁を残さないようにって考えるといい食い方かも。まあ結果汁全部飲んでるのと一緒なんだけどね。そのままで食べた方が美味しいね。こんな日清さんとファミリーマートさんに俺ごときが叶うわけがない。2個目は普通にいただきます。ごちそうさまでした。よし、バイクに戻ろう。いやー、天気も良くなってきてよかったね。念願かなってバイクでツーリング先でカップラーメンを食べるっていう目標を達成することができました。いやー、曲がった曲がった。じゃあ今日はまた夕方まで戻んないといけねえんで、そろそろ仙台に帰ります。がしかし、小さい頃は真面目でいい子、バイクに乗って頭が湧いた。あ、これあのグローブ、ドンキで買った500円のやつなんですけど、あまりにも冬バイクに乗らなさすぎて、俺ウィンターグローブどこやったっけかなと思って、去年なんかあのこちらエンタープライズ号とかってやってたあの電熱のウィンターグローブあったんですけど、あれちょっと探しきれなくて、急遽そんなことやってる暇あったらさっさと出かけようと思って、このドンキのグローブつけてきました。俺はバレンティーノボッチだ、バレンティーノボッチ、バレンティーノボッチ、バレンチーノボッチ。あぶね、ふざけてからフラッとしたなんなのやそれって。もうすぐ春ですね、ちょっとおバイクしませんか。もうすぐ春ですね、やめろそういうの、気持ち悪い。いつかやってみようと思ってたツーリング先でお湯沸かしてカップヌードルでも食べてランチをしてみたいなと思ってたので、本日行ってまいりました。ランツーランツーロンツーランツーランツーラーツーラーツーラーツーランツーラーツーランツーランラン、ランツーラーツーランツーランチツーリングランツーラーツーラーメンツーリングラーツーランランツーランラーツーだよね、どっちかといえばランラーツー。バレンチーノボッチ、もう今ちょうど46キロだったんじゃないの。つまり何なんだよバレンチーノボッチって、本当に知らないからね、後でどうなっても編集の時。